いろいろなものが混ざってるんだってことが遺跡を見て分かること、これがインド史の醍醐味、黄金寺院と言います。竹峡の総本山なんで、ここはね、敬虔なところで帽子かぶってると怒られましたね。イスラム教が作った最初の建物、最初の方の建物になりますね。ミナールはミナレットっぽくないですか、ね、ミナレットだもんね。もともとはヒンドゥー教のお寺があったんです、ここに。そのヒンドゥー教のお寺を壊して、そしてイスラム教のこの塔を建てた。さて、これがもうどう見ても教会です。まあ、古めかしい教会ですが、これがゴアの写真ですよ。まあ、ゴアだけじゃなく、比較的あの海岸沿いの町というのは教会がたくさんあって、今でもキリスト教はいっぱいあの辺は進んでいます。今こういうふうに全部追ってくれましたけども、バラモン教でもやっぱりそれはヒンドゥー教に変わります。で、仏教は戦の派に分かれて、で、一方は東南アジア、一方はシルクロードの行き、そして途中でヒンドゥー教の一部と混ざるものもあった。密教となり、まあ、日本にも伝わったり、チベットとかによく伝わっています。そしてここでイスラム教が入ってきます。最初はスーッと入ってきただけなんですが、そのうちスッと入ってきてそこに残ります。